みんな見てこのヒゲ。やばくね？えぇい！わっさっ。いや、ピマルです。はい、ということで、今日もですね、昨日に引き続き先行プレイをやっていくんですけども、今日はね、動画を2本あげます。で、1本目は、この、新キャラクターのゲイルと、ホットゾーンの動画。そしてもう1本の方が、新スキンの動画になっておりますので、これ終わったら、そちらもチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで早速ね、新キャラクターのゲイルをまず見ていきましょう。見てください、このロビーにいるおじいちゃん。これヒゲ見て、ヒゲ眉毛もなんかニット帽の上に乗っちゃってるしね。これやばくない？普通にこれ本当にやばい。もうあのサンタクロースと同じ、種類のね、ヒゲだと思うんですけども、まあ、あと背中にこのプロペラですね。これは多分風をね出していくスタイルの、感じだと思います。服がね、ミスターピーとちょっと似てるんですよね。ほら、これミスターピーの服なんですけど、まあ、それとちょっと似た感じなんですかね。ほら、いやー、かわいい。しかも見てこれ。いきますよ、これ。おいしょー。はい、決まっていくよ、という形ですね。この、動きめっちゃかわいいんですけど、まあ、このね、新キャラクターゲイルの性能をまず、説明していきたいなと思います。はい、ということで、通常攻撃がポーラーボルティックス。幅広い風と雪を広範囲に吹きつけるということでね、これはまあ、ブロールトークで見たやつですね。さあ、そして必殺技、ゲイルホース。全力で突風を吹き出して、範囲にいる敵をノックバックさせる。まあ、こちらもね、動画も見てると思いますけど、かなり強かったと思います。で、こちら次です。ガジェット。バネジャンプ。バネジャンプですね。これ、やばそう。もう名前からしてやばそうなんですけど、バネを足元に落とし、味方と敵を空中に発射するということで、なんかもうね、味方と敵を空中に発射するって時点でもうなんか空中戦が始まる、気がするんですけど、正直ちょっとこれは、想像できない。まあ、バネが活気するんだなぐらいですね。さあ、そしてスターパワー、暴風。必殺技でノックバックした敵が壁に当たるとスタンするようになる。いや、これもやばいね。正直めちゃくちゃ強いと思う。さあ次、スターパワー二つ目。追い風。必殺技に巻き込まれた味方は移動速度が向上するということで、まあよくね、あの背中を押してくれる風みたいな感じですね。もうそれを意識して、移動速度アップさせてくれますという形だと思います。まあ今ね、ちょっと見てったんですけど、まあ正直一番やばそうなのがガジェットとスターパワーのこの暴風ですね。やばい。この必殺はノックバックした壁が、ノックバックした敵が壁に当たるとスタンするってもう、なんかノックバックでも嫌だし、ノックバックプラススタンってもやばくないですか？めちゃくちゃ痛々しい。もうね、なんかスタンがあのフランケンと同じですね。フランケンと同じスタンです。で、ガジェットはもうとりあえずやってみなきゃわかんないんで、まあ、やっていきたいと思います。で、あとこれね、キャラクターの画面見ると、このアイコンのとこ見てください、これ。かっこよくない？これクロマティ。クロマティック色。クロマティック感がすごい満載な、まあ、虹色っぽい感じなんですけども、これもまたすごい、いいかなって思いました。さあ、ということで早速、新キャラクターのゲイル使ってみましょう。ボット。いや、ロード画面もそういえばかっこよかったね。さあ、行きましょう。どんな感じかね。まず、エメハンで行こうか。よいしょ。まあ、これはね、もう見た通り、見た通り。これさ、岩の要塞の範囲やばくない？見て。もう絶対上がれない、絶対上がれない。びっくりした。びっくりするやん。なるほどね。これね、確かに最大がね、1512ですね。俺見た感じ最大が1510。行く行く行く。ノックバックさせたい、ノックバックさせたい。どこ行った、どこ行った。索敵していく。ノックバック、スタンしてる、スタンしてる。やばくない？いやー、絶対強いじゃんこれ。やばいわ。じゃあちょっとガジェット使って、ガジェット行くよ。うえ、バネ出てきた。え、みんなみんなバネ出てきた。やばくないこれ。え、こっちは結構やばくないこれ。え、ってことはさ、おお強い。スタンしてる、スタンしてるな、スタンしてるな。え、ちょっと待って、ガジェットやばい、ガジェットやばい。行くよ、こせれるってことでしょ。飛距離やばい、飛距離やばい。飛距離やばないこれ、ガジェットの。え、待って、だからガジェットやばくないこれ、新作すぎる。いろいろと新作すぎて、これ。ノックバック強すぎる。待って、これ結構強いな。一応火力がまあまあ、射程もさ、おぉこれさ、ノックバックのさ、距離やばくない？いや、もうさすが風使い。風のみですね。風のみの能力者発動します。しかも、ここ置いたからこれ越せるってことでしょ。やばくない？あれ？これ置き方。逃げなければ！おいしょ！逆だった。やばいやばい。逆。待って、ガジェットやばい。ガジェットが俺一番やばいかもしれない。
やめろ、来るじゃねえ。やばいな、暴風。ちょっと待って、早く終わらせ、早く終わらせ。次行こう、次行こう。やばい、これ。え、これさ、強奪とかでさ、いや、強奪強そう。強奪めっちゃ強そう、これ。なんかあの、ブルと、なんだっけ、あれ。ブルとかさ、これ、それ使ったらさ、強奪のとこ行けるってことでしょ。やばそう、マジで。なんか死んでない？まあ、負けてない？ボットに負けんの俺。ちょ、ボットに負けんのはちょっと違くない？頼む、頼む、頼む、待て待て、頼む、頼む。火力低い。火力低い。Nope. あと思った以上に火力が低い。おいしょ、やっていく。これね、ちゃんと当てると1500、じゃあ遊ばないで、遊ばないで。ちゃんとね、打つとね、1500当たるんですよ。だからしっかり当てると結構火力出るんですけど、それまでがちょっと微妙かなって感じですね。どこ？よいしょ、勝っていく。いや、正直言ってめちゃくちゃやばかったですね。次、こちら使ってみますか。追い風で、どうしようかな。味方が欲しいから、強奪行きたかった。強奪の、一番やばそうなのが、ピットストップでしょ。絶対これ、絶対これの、真ん中に置いて壁を越すスタイル。やばそう、絶対やばそう。暴風で行って、味方の速度上げるわけよ。味方の速度上げて、バネで、やばそう。待って、なんかめっちゃ強くね、これ最強。なんで来ないの？ここ置くでしょ？ No. あ、ちょっと向きが違うね。向き違うけど絶対強い。やばい、ほら。絶対強い、これ。マジか、めっちゃ強い。強奪最強じゃない？強奪最強キャラ来たよ。強奪最強キャラ。で、こっちを向きます。よいしょー。おい。でさ、これさ、ここにもさ、置いといてさ、いつでも逃げれる系？いつでも逃げれる。あ、時間でなくなっちゃうのか。あー、そうなのか。時間でなくなるタイプですね、これ。巻き込みたい。巻き込ませて。行くぞ。足早くなれ！なった今。足早くなったか、ちょっとわかんないんで、もう一回行きます。いやー、なんかさ、ジェシーとさ、レオンだとちょっとわかりづらそうじゃない？どんぐらい足早くなんだろう、これ。死なないで。Oh my goodness。オッケー、なるほどね。行くぞ、行け。おスピードアップしてる、スピードアップしてる。確かにスピードアップしてる。これさ、やばい。オッケー。ガジェットさ、使いすぎ注意ですね。行きたいときにせーので3回で攻撃決めるみたいな。いや、でも絶対強い。強奪絶対強い、これ。待って、ボット上手くね、今。見た、今。ジャンプしたよ、ジャンプ。いやー、強奪強いな、おい。ほら、そっち行かせねえよっていうのはできないのか。一旦止まってからか。いや、待って、これさ、強いわ、こいつ。はい、足速くなっていく。早い！本当に早い！めちゃくちゃ早い！だいぶ早い。やばい。やばいな、これ。なんかね、このね、俺のすごいいいなと思うのが、この足が速くなるスタパーがあると、なんか連携、やっぱこれどんどんこういうスタパが出てくると思うんですよ。で、これが出てくることによって、連携がね、必須になる。だから連携をしやすくなるっていうのかな。で、前よりもっとね、そのブロスターの連携が楽しめる、キャラクターになっていくと思います。キャラクターになってくるっていうか、そういうキャラクターが、俺はもっと増えてくると思うし、増えてほしいと僕は思ってます。さあ、ということで、行ってこい。よーし、足早い。マジで早い。いいな、これ。あれじゃん、あれみたいじゃん、マックス。勝つ？オーケー、勝っていく。いやー、待って、これめっちゃ強いと思うね。はい、ということで、お次はホットゾーンでございます。ホットゾーンはね、ルールがちょっと変わりました。ゾーンを確保するための進捗状況が、画面内に視覚的に表示されるようになりました。また、画面上部にも、パーセント表示がされますということで、まずゲージがね、出るんですよ。これ見やすくなった。まあ、全体的に見やすくなったっていうのが一つですね。そして、両チームはお互いのゾーン確保の進捗状況を邪魔せずに同じエリアを同時に奪い合いますということで、まあ、一つのところに、なんだっけ、お互いにいるときって前紫色になって止まってたんですよ。はい、パーセントとかゲージが。なんですけど、これがね、なくなってお互いのパーセントが上がっていくっていう形になりますね。だから敵をそのエリアからどかさなきゃ、阻止できないみたいな形になります。さあ次、一つのチームがマップで入手可能な旗をすべて取るとゲーム終了になるということで、まあ、今までは時間制限があったんですけど、そうじゃなくて時間制限プラス、まあ、旗を取れば、まあ、勝ちということで、まあ、早く、ゲームを終わらせることもできるようになったということで、早速やっていきたいなと思います。
さあ、ということでホットゾーンやっていくんですけども、こちら見てください。うーわお、新スキンということで、いやちょっと待って、職業変わってないこれ。いやもう国ごと変わってるこれ。さっき雪国だったら、雪国ではね、雪国ではなんかこれエジプトやん、これエジプトやん、これヘビエジプトやん、ということでやっていきましょう。さあ、ということでやっていきたいと思います。おお、なるほどね。お、本当に旗がある。さあ、どんだけ見やすくなって、さあ左上のところにね、パーセントがまあ出てます。で、なんでこれスキン、うわ待って、このスキンかっこよくないか。ヘビ使いやん、マジでヘビ使いやん。じゃ誰か真ん中行ってよ。スプラウトいるんですか。ボットにスプラウトなんて聞いたことないけど。さあ、これで、はい、見てください、下の方ゲージがどんどん上がってますね。こんな感じです。で、今 9% って左に持ってきますね。で、これがですね、真ん中に敵が来ると、お互いを邪魔することもない、お互いが邪魔することもなく、お互いのパーセントが上がっていくっていう形ですね。だから、敵をね、どかすしか、まあ、止める方法がないみたいな形ですね。ちょっと使ってみるか。ちょ、入れさせてみる。あー、上がってる上がってる上がってる。使うわ。おいしょー。いや、これさ、ゲイルさ、ホットゾーンも超強くないこれ。いや、待って、スプラウト、ボーイ、ちょ、マジ強い。待って。いや、強いな、おい。バネ置いとく、バネ置いとく。ちょ、邪魔するよ、ここに。よいしょー。乗ってみ。あれ。あー、やられちゃった、ここに。いや、なんか、なんだろう、スプラウトじゃない。ゲイルか、ゲイル。さっきスプラウトって言ったかもしれない。ゲイルめっちゃ強くない。これでさ、一気に取れるよ、ほら。やばい、マジです。おい。しかもさ、貫通攻撃だからさ、めっちゃ強い。ホットゾーンよりもやっぱゲイルを見ちゃう。いや、強いなぁ、これ。てか、ホットゾーンも結構面白いっしょ。おぉ、これで、ゲージが満タンになって、旗を取ったからゲーム終了という形ですね。なるほどね、そういうことか。はい、ということで、ホットゾーンもやっていったんですけども、結構ね、やりやすい形になっていたので、やる人はもっと増えてくるかもしれないです。で、ブロールトークでも言ってたんですけども、ホットゾーンをいっぱいやってくれる人がもしいるんだったら、常設になるかもしれないという形ですね。いや、これはね、マジでやばいんで。いや、本当に大型なので、めちゃくちゃ楽しみですよね。はい、ということで、こういうね、先取り動画、めっちゃいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてね、ショップで今開けないんですけども、クリエイターブースト、ヤピマルでぜひともよろしくお願いいたします。もう一つの動画も上がってるんでね、ぜひともそちらも見てください。ということで、終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価でしてもよし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 。皆さん、それでー、わだバイ。